続いては6番山笠恵比寿流れです。6番山笠恵比寿流れの表題は眼光視点画を昇発、人形師人形司武平さん制作の地蔵菩薩の化身でもある閻魔大王です。当番を務めます町には開元寺というお寺がありまして、そちらには閻魔堂があります。それに由来しています。閻魔大王の目、眼光鋭く、そして全ての世界の真実を見通しています。その背後にはですね、真実を映し出す円形の鏡が配してあります。書き手たちが掲げますテーマは全員山笠です。今年も仕事終わりに集まりまして、東公園を走るマラソントレーニングを行ったそうですが、参加者はいつもの年よりも増えたそうです。子供からベテランまで山の動力になる場面を作りますと声高らかに話しています。10秒前、5秒前、1、2、3、いやー、おいさ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 、トレーニングをしてということなんですが、やっぱり今日のために皆さん、朝日さん備えてるんですよ。すごいですね、そのトレーニングってどれぐらいの時期から始めるものなんですか？あの時期って言ったら結局もう本当にね1年間なんですけども、はい、だってそれでもやっぱり山の書き手さんはですね、だって3ヶ月前ぐらいから集中して今度あのやるようになりますよ。恵比寿流れはゴールデンウィークの博多どんたく港祭り、そのお祭りが終わって今度山笠だっていう風にトレーニングを開始したそうです。すごいな。